トルグラウンドワーカーズ、星4。アガイタイと呼ばれるエイリアン外空間から現れて人族を蹂躙しているからロボット使って地球を守るシナリオ。シナリオラインは、主要人物紹介、世界観紹介、アガイタイとの戦いの一部。政治、陰謀、内部闘争を書いた二部。真のアガイタイとの戦いを書いた最終部のトリロジーとなっており、連載が始まる前から最終話までの大まかなシナリオを考えてから連載を始めた感じが見て取れる非常に綺麗なシナリオラインであり、最後の大逆転のシーンは読んでておまんじゅう肌が立つくらいに痺れました。シナリオ的には地球防衛機用ダイガードとクロノトリガーを合わせたようなシナリオ、一度漫画を最後まで読んだ後にもう一度読み返すとああ、こここういう使い方するためにこういう風に配置したのねとうなるくらいのシナリオの完成度。ロボット漫画としても非常によくできており、パイロットになる人族が命の値段が高い先進国において、命の値段が安い社会的底辺や親族のいない一人身の若者を使い捨てにする感じや、パイロットになる人族の性格設定や振る舞いを先進国における社会不適合者っぽい感じに書く技量にあんこが震えます。主人公の設定も素晴らしく、エースパイロットにはなり得ない操作技術も能力も最後まで低いデフレ下における多数の共感の得やすい設定にしており、主人公の採点は恐ろしく利他的でクソ真面目、バカ正直である部分が、こんな性格だとデフレ下における先進国では、底辺に落ちるだろうなぁと思われる設定で先進国における社会的弱者を書き切っておりリモールトベね。こういう良きサマリア人みたいな人族は、良きサマリア人だけの国が成立すれば非常に労働生産性の高いユートピアのような国家を作れるので、でも多数、もしくは一部の人族は嘘つきで利己的で、こういった良きサマリア人の人族のリソースを搾取するからほとんどの利他的な人族は社会的弱者に追いやられるのぜ。しかしその利他的で、敵にすら共感してしまう性格によって窮地を脱出するシナリオ構成を作っているところが憎たらしくシナリオの作り方がいやらしすぎます。何がいやらしいって、運を味方にできる物語の主人公だから成功したことで、運を操作できないリアルなら、ほぼ全部無駄しに事案なのぜ。そこをエンタメとして読み手にカタルシスを与えて、良きサマリア人になろうとかなれるかもって思わせる書き方が憎たらしいって意味なのぜ。とりわけ、中盤のシナリオで31正体は逆転に失敗するのですが、その時の失敗したことに絶望するほど人間を信用していないや、最後の自分が学園カーストで底辺に落ちて両親に心配をかけないように頑丈になることを選んだが、自分に必要なのは頑丈になることではなく、理不尽に対して怒ることだったといったセリフ回しにあんこが震えました。デフレで勝ち組になれる漫画は、100円ショップのようなデフレにおいてうっつする感情を刺激しない要素が必要なのぜ。だから、主人公が落ちこぼれのふりして九尾の能力者だとか、実はサイヤ人でしたって設定は、多数の人族が立っている立ち位置からあまりにも遠すぎるから共感を得られにくいのぜ。その点この主人公は実力、性格ともに最後まで底辺のクソ雑魚なめくじとして書き切っているから多数の読み手は共感の糸が離脱できずに最後まで一緒に走り切れれるのぜ。ヒロインが最後自分がするべき振る舞いは、頑丈になることではなく、理不尽に憤ることだったんだといった発言は、終盤ヒロインは強者になれたから、感情を表現しても迫害されない実力を持っていることを自覚したからこの発言が生まれたのぜ。社会という狭い檻に閉じ込められた状態で、しかも強者ではないなら、頑丈になるという選択一択なのぜ。成長によって武器が増えた結果、できることが増えたという部分があんこが震えます。